スノーマン年またぎ生配信同節133万人突破。カウコン中止、紅白の裏で奮闘。スマイルアップ、旧ジャニーズ事務所の所属タレントたちが、12月31日から1月1日にかけて続々と生配信を行った。NHK の紅白歌合戦には、性加害問題の影響で同社からは1979年以来44年ぶりに出場者ゼロに。年末恒例である東京ドームでのジャニーズカウントダウンライブ、通称カウコンも中止となっていた。紅白の裏番組の時間帯にスノーマン、キング&プリンス、ウエストラが生配信。31日午後8時半から始まったスノーマンスペシャルライブ、みんなと楽しむ大晦日。では、一時、視聴数が133万人を突破。日本記録認定協会が YouTube ライブ日本最大同時接続記録と認定した20年6月の手越祐也チャンネルの約132万人を上回った。